はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきましょう。いよいよ2マス大阪との対戦ですね。ただそんなに強くないなかった。トップは強いですけどね。今現在の成績です。9.3。まあ絶望的ですね。これ勝ってもまあ難しいでしょう。6点差へ追まるだけで。さあスタジアム行きましょう。まあ見ようかな。ちょっと一人怪我で欠場してるのが痛い。ヒラリーを押し上げます。ギオもだんだん上がってきましたね。さあこれで試合開始してみましょう。くるみ、これをセンタリング飛び込んでいけない。おお、ここは奈々子がなんとかカバー。しかしピンチは続く。入れられてしまった。浮き合い、やばい。まだ追いつけると言ってます。前半31分、川内からタルマ、さらに無敵、強そう。無敵、さあチャンス。くるみ諦めるな。彦坂が一気に上がってきてピンチ。ここは相手のつい助け合えたが、無敵がまた来た。無敵のスーパープレイが前半終了です。うわー、結構疲れが溜まってる。幸子かな。クラリスに変えときましょう。ひとまずもう一人は様子見ましょう。後半です。イエローカードが出た。くるみだ。さあペナルティーキック、じゃないフリーキックか。あーっと誰もいないゴールに突き刺さってしまった。これは痛い。2点目。おたぎ、汚い、取られてしまいまして、振り向きざまに、2点目を取られました。ユーナに変えましょう、ここは。
おっと、またファール。こちらのボールですね、これは、今回は。3位転落か。エルダード王子は勝ちましたからね。そして優勝も完全になくなってしまった。9勝5敗5分ですね。というわけで、次回はジャパンカップ白浜イレブン戦です。京都、まあフレッシュリーグなんで勝つでしょう。圧勝するでしょう。まあこの辺は若手を使ってですね、積み上げていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。